完全のアシストを得て、さあぐっと腰を落とします。絞り上げていきます大森。さあ小橋がその上腕の力を利してなんとか返そうというところ、しかし大森も腰を落とします。小橋がここまでね、大森がやればね大したもんですよね。あ、はい、ですからやっぱり大森もハンセンと組んだということで一応さ注目を浴びてますから ね、 そうです ね、 頑張ればもうなんですよ、いい成績残せますよ ね、 そうですよね。また来年にもつながりますからね。そして馬場さん、今日は小橋がちょっと苦しそうですね。そうですね、かなりこの小橋が攻め込まれる時間帯が長くなっています。いや普通だとねこれ大森が攻め込まれるんですよね。そうですよね、大森がそのいいだけに小橋の方に回っていきましたね。うん、汗の量ももう半端な量ではありません。小橋が非常に苦しい体勢になっています。ハンセン、そして大森が非常にいい連携で、そしてなんといっても大森のファイトが素晴らしい粘り、そしてはつらつとしたファイトを見せています大森高尾です。現在は秋山とのコンビでアジアタックの王座についております。ここまで8回の防衛に成功している大森です。ハンセンとのコンビは2年前の3月から半年ほど組みましたが、まあ、久しぶりに正式にタッグ復活という形になりました。青コーナーは大森からハンセンにスイッチです。ハンセン大森組のターゲットはなんとなんとこの小橋です。ブレンバスターの体勢、小橋が控えて、さあブレンバスターを返していくか、小橋がブレンバスターを返して、さあ赤コーナーに戻るか、ジャンピングに戻って、さあポテルとスルーのタックル、ヌッコーナーの大森のタックル、ハイヤスのバスケ、ニアッとパトリオット。さあ小橋が攻め込まれた今、パトリオットがどういう動きを見せるか。まずはハンセンを捉えます、後頭部にヘッドバット、自らもロープに飛んでストロータックル、ハイヤックル、これも非常に高い打点です。ですよね、こんな大きな人がね本当にジャンプ力があるんですよね。そうですよね。パトリオットは190センチの118キロです。その体格からはとてもあの飛距離は考えられません。ラリアット、ハンセンのお株を奪う左腕のラリアットです。カウントは2で返します。ハンセンです、世界タッグにも挑戦しました、小橋そしてパトリオット組です。ファイブドライバーの体勢は返されました、エルボーで、あーとパトリオットのことを見ていないようでしっかり見ています DDT。 さあ大森設置、大森はここで休まず攻撃を続けたいところ、ダブルの攻撃見られるのか、ソロアタック、重量感があります。さあこの両チーム、大森そしてパトリオットの動きいかんによっては優勝戦線に食い込むかどうかの分かれ目になります。これは勢いがある、それで返します。大森、パトリオットは春のチャンピオンカーニバルでは12人中9位という非常にパトリオット本来の力とは程遠い成績におりました。しかし小橋とタッグを組むようになりまして徐々にその本来の力を見せております。フライングソルダー、高い打点、ハンセンがカットに入ります。さあそして小橋がハンセンのカットに入ります。場外にハンセンを落として、場外では小橋とハンセンの攻防になるのか、リング内では大森とパトリオット、決策に移ってはハンセン、さあ返してきて丸の方が蹴っていってリング中央、ラリアットをかわしてバックに回った、バックに回った、ダーワンツープレックス、それで返しましたパトリオット。大森メダーマンが非常に高い打点、アイアングルのジャーマンからパトリオットを返していきます。さあ畳みかけていきたいところ、ボリンチャック次の攻撃は何だ、ニュートラルコーナー、さあトップを伺います、大森エルボー、ダイビングエルボーのプッカーです、カウントは2、さあ大森は休みたくないですね。ここにね、あと一つこれが大森だという技があるとね、はい、そうですね、いいですよね。でさっきのそのジャーマンスープレックス非常に良かったですよね。そうですよね、あれもないならもう一遍やってもいいんですがね。なるほど、さあここはパワーオンかあるいはハイルドライバーか、下のクロスタ
攻防は、ああやはりスカルダー、パトリオット、ああと、そのまま前に、パトリオットが落としていきました。赤コーナーはここで小橋にスイッチです。さあ、エネルギーは回復しているんでありましょうか。逆ヒヘ、おっと、手下げりです。首の付け根のあたり、さあ、ハーフネルソンで、しかし反転カット、バックに待って、バックホップ後頭部を強く打った小橋、ハンセンがパトリオットのカットに入ります。さあ、出るか、マリアット、出るか、大森のアシスト終えて、さあ、ハンセンが出ると出るか、あーっと、ちょっと足でカット、あーで、ね、クリーか、小橋の大森でクリーか、さあ、リングの弱い小橋と大森、